こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。海上自衛隊潜水艦がどんな任務についているのかご存知だろうか。日々、日本領海内を防衛任務についている。そんな極秘だらけの日本潜水艦情報をキャッチ。今回は海底での領海内を侵入した中国原子力潜水艦を例に挙げて詳しく話していきますね。中国の原潜も性能はアップしているだろうが、日本はもっと性能アップしていることを思い知る出来事がありましたよね。日本の潜水艦テクノロジーと中国の潜水艦のそれの格差は異次元レベルになりつつあるのではないかという評判です。まず、日本の潜水艦は敵に音を探られない静粛性にかけては世界でも有数の高性能を誇ります。ということは最大にして最高の武器を保有しているということになります。これに対する中国潜水艦ですが、通常動力型潜水艦は爆音を立てるし、原子力潜水艦に関しても凄まじい騒音とか、潜水艦に必須の性能、それも優れたを有する海自の潜水艦。大きな音を立てて航海する中国潜水艦は、まさに、さあ見つけてくれと言っているようなものです。なので発見するのも、至って簡単。はっきり言って、朝飯前の仕事。海中のどこに潜んでいるのかも、すぐに判明できると言います。万が一、中国潜水艦が日本海域に侵入しようものなら、海自は即防衛任務に取り掛かり、対応することになります。瞬時に対応すると言って良い海自相手というのは、中国にとっても最も敵にしたくないと考えるのではないでしょうか。今回は、そんな中国原子力潜水艦の話題です。4年前の2018年、年の初めに、発生した事件がありました。中国海軍の攻撃型原潜、昭九と見られる艦艇が尖閣諸島の近海で海面へ浮上し、自分の国籍を明かす中国国旗を掲げたという事件です。これは潜水艦にしては不可解な行動と世間を騒がせました。中国海軍寄りの意見としては、尖閣諸島が中国の領土であると見せつけるために昭九原潜がこんな行動を起こしたというものでしたが、軍事的に考えると不条理ということです。単純に考えても、潜水艦というものは海中に潜んでその居場所を敵に悟られてはいけない存在のはずです。これは中国海軍のこの昭九原子力潜水艦だけではなく、現在活動中の潜水艦は敵に己の位置を捕捉されない秘匿性の保持が最大の前提条件であるはずです。そうでなければ潜水艦の任務を遂行することはできません。現在ある潜水艦はその使い方によって大きく二つに区別されるようです。
一つは、今回の小球のような戦術的攻撃型潜水艦で、もう一つは、潜水艦搭載用の弾道ミサイルを搭載した戦略型潜水艦です。といっても、真のところは、どの潜水艦でも大した差がない。同じようなものと言えましょう。なぜなら、潜水艦は敵の攻撃に対しての防御力が高いとは決して言えない兵器です。つまり、居場所を特定されてしまったら、水中に潜んでいる優位性をなくすことになり、敵の攻撃を受けたら行動を封じ込められてしまうことになるからです。香港のマスコミでさえ、小級潜水艦は海上自衛隊に位置がバレてしまったが、それに気がつかず、尖閣諸島の近海へ侵入してしまった。しかし、海自の必要な追尾に逃走を諦め、浮上しなければならない羽目になったと指摘しました。この小級原子力潜水艦の初舷ですが、全長 107M、幅 11M、潜水艦の大きさを表す排水量は6000〜7000トンで、2006年、平成18年頃から収益が始まった艦ということです。小級原子力潜水艦は、形式的には093型原子力潜水艦に分類されます。091型艦、旧原子力潜水艦に続いて、中国海軍が建造した国産2番目の攻撃型原子力潜水艦と認識されている潜水艦です。ちなみに、昭は中国古代に存在した伝説に近い王朝で殷とも呼ばれます。漢は項羽と劉邦の戦いで有名な前漢、三国志の前時代である五漢などでご存知の方も多いと思います。共に歴代王朝の名前を潜水艦の名前につけるところに中国のプライドが感じられるような気がします。さて、小級原子力潜水艦の3、4番艦は長さが少し延長されて騒音が抑えられた改良型になっています。続く後、6番艦にも改良が加えられたのでバージョンアップしていると予想されます。093型小級原子力潜水艦の後継として、すでに095型原子力潜水艦の建造計画が進行しているとみられます。敵に発見されないための静粛性を向上させ、対地上攻撃用兵装も充実させた新型艦が2020年前後には収益をスタートすると推測されています。新型095型原子力潜水艦が就役したことが確認されるまでは、現状の093型小級原潜が中国海軍における最新鋭攻撃型潜水艦と考えても差し支えはないようですが、今回浮上した、させられた対象の艦は改良型 093A 型だったようですね。この海事に追尾されて浮上したという今回の行動が、本当に093型小級原潜の実力だったなら、日本側にとっては組みしやすい相手と判断できますから、むしろありがたいと思える存在のようにも思われます。もともと海上自衛隊の潜水艦探知能力というのは、太平洋戦争後の
東西冷戦時代、当時のソ連の潜水艦を敵と仮想して培われてきたと言われています。旧ソ連の崩壊から30年以上も経過していますから、さすがにこの分野については数で言えば中国にかないませんが、質では日本がはるかに高いと言えるようです。海自は仮想敵の潜水艦を封じ込めるため、長年にわたって領海の海底にセンサー網を張り巡らしているそうです。だからこそ中国の潜水艦を個別単位で識別もできますし、驚くことに出航した時からその動きを刻々と追尾することも可能と考えられています。その理由は、潜水艦にはそれぞれの艦に応じた音紋と呼ばれるものがあります。人間でいう指紋のようなもので、同じものはありません。この潜水艦ごとの音紋のデータを海自は保有しているのです。日々の任務で収集活動を行う中でコツコツと蓄積されてきたもので、言うなれば日本の領海防衛の用途例えられる根幹となるべき情報なのです。今回は中国潜水艦が日本領海に侵入する恐れがあると判断した海上航空の両自衛隊が艦船や航空機を出動させ、2日間にわたって追跡を行いました。そして最終的には護衛艦がアクティブソナーを使用して警告を発したそうです。この追尾行動には海上自衛隊の潜水艦も参加していたと思われます。しかし位置を把握されないように積極的な行動を起こすことなく、護衛艦のアクティブソナーに対応を任せた状況だったと考えられます。潜水艦の基本的な任務に徹したとも言えるでしょう。このような観点から見ると、いざとなったら海自潜水艦が当該原潜を沈めてもおかしくなかったのではないかという意見もあるようですが、ちょっと飛躍しすぎていると思われます。中国海軍がどんなに挑発的行動をしてこようと、自衛隊は実際の武力行使に及ぶことはありえません。それに至るには政治的なハードルが高すぎますし、撃沈という事態になってしまったら、平和憲法下の日本は国際的にも非常に難しい立場に陥ることになるでしょう。最近の紛争を見ると、先進国の軍隊は自軍の損害をなるべく少ない範囲で抑えることが作戦行動の大原則となっています。アメリカのイラク攻撃のような一方的な展開は現在では起こしにくいのです。アメリカほどの超大国でも国際的非難にさらされることはなるべく避けたいと考えているはずですから、もちろんこういう状況は中国でもある程度までは同じ感覚でしょうが、中国が自国領土と主張する地域、南シナ海、台湾など、そして尖閣諸島にも進出してくる可能性は十分あります。そうした事態の抑止力として、今回は中国に対して自衛隊の鉄壁ともいえる防御網を知らしめることになりました。日本がその気になれば、自分たちは撃沈されるかもしれないと思わせたことが重要だったと考えられます。